始まったかな。はい、ドラゴンクエスト10第5期初心者大使の上原理恵です。よろしくお願いします。はい、ちょっとさっきボス戦のいいところで終わっちゃったので、また続きから進めていきたいと思います。それではゲーム画面の方に、はい、いけるかな、勝てるかな。はい、プスゴン、怪獣プスゴン。うわー、ひどいやつだ。この趣味がいいのか悪いのかわかんない微妙な感じ、ちょっとあれですね。ちょっと可愛いけど、なんかちょっと違う。うん。あ、どうしようかな。どうしようかな。いける？いけるかな。いやでもこれ、どうしようかな。強いにしたい気持ちはあるんですけど、ちょっとさっきの、鎧の騎士でも私一撃で相当結構来たんですよ。一撃で。なんで、一撃で半分ぐらいまでなら、ベホイミーとかでなんとかなっても、そうなんですよね。一撃で7割ぐらい削られて、まあ、ひどいパターン考えると一撃で全部死んじゃったら、あの一食い箱の時みたいに、そしたらもうどうしようもないじゃないですか。え、いける？いけるかな？いけます？ワンパンされたらきつい。え、うん、一回やってみます。じゃあ、はい。強い、強いで、いきます。はい。プスゴン、プスゴン、リホイミとかかけとこうかな、私に。あー、ひどい、ひどい、早いよ。早々に私に。HP 少しずつ回復。ちょっと安心のために。リホイミもかけとこう。あ、リホイミでいいか。とか言って、リホイミ初めて使ったんですけど。なになに、これ近づいたらあんまり良くないやつ。ちょっともう攻撃は全部任せちゃいます。呪文、なんかズッシードとかちょっと使えますかね。これちょっと使っちゃおう。なんか、あ、魅惑の物差し、そう、そんな重さ増えさせて、どうしようかな、どうしようかな。呪文、特になんか使えそうな呪文がないですよね、回復以外だと。ずっしりととりあえず使っときます。とりあえず使っときます。あ、なんかダメージもらった。待って、回復。リフォームどこに、あ、リフォームでいい。もう勝っちゃう？え、そんな？あ、本当だ。お、いけますかね。あ、リフォームみんなにかけます。あ、待って。あ、怒りが沈まった？ちょっと待った？待って、リフォーム。ミスだって、何がミス？ちょっと。はい、リフミ、ちょっと誰にかけたんだっけ？あ、今のは、ま、あ、でも、うん。よし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 。
いい感じ、いい感じ。爆発しちゃう。おお、いいね。いいな。サポートありがとうございます。やったー。やったねー。いいねー。ちょっと、ボス戦みんな強いでもいいかもしれないなー。こうやって調子乗ったらちょっと死んじゃうやつだ、いつか。これは？ほうほうほう。あ、優しい。まさかの展開？え？ そんな展開？ ええー、結局このプスゴンは男なのか女なのかもわかんないね。アバよ。男なんですね。いい子だな、フーラちゃん。これが、いい子だな。どんどんなんか、ね、成長してるね、フーラちゃんも。強くなってる。口がうまい。あ、もうカムシカともちょっと、出れてきたから仲良くなったのかな。うん、見に行く、見に行く。やった、超元気玉。超元気玉。ドラゴンボールかな。なんか、見れたりしないかな。見れない。変わった方ないのか。もうあのスプスゴン自体が変わってるから、本のチョイスも変わってそうだと思ったけど、そんなことはなかったのか。何も見れない。なるほど。どうしようかな。これはもうそのまま脱出しちゃっていい感じですかね。できるかな。そのまま道具、ルーラーストーンでいけるかな。あ、そっか。そっかそっか。そうですね。お約束。思い出の鈴。あ、宝箱。あった。じゃあちょっとこれを取って。取ってきます。上？最上階？ん？上にもある。階段上がって裏。ありがとうございます。もうこんなところを見ていなかったなんて。
なるほど。こうやったらすぐに見えたんですね。いやー、ドラクエらしい場所に。もういいかなー。でもせっかくなんだし、戦おうかなーとか言いつつ、横から。まあでも正直全然勝てますけどね。いいか。もうサポートが強いと自分まで強い気になっちゃう。この枝も素材なんでしたっけ？もうないかな。もういいかな。出ちゃおうかな。結構簡単かな。迷ったら鈴使います。ああ、もう出た、反復横跳び。よしよし。もうないかな。なさそう。下の階もないかな。ない。なさげだ。戦歴？戦歴？なんだなんだ？モンスターリスト？残りの宝箱の数分かるんですか？そんな、そんな機能が？もうじゃあ盗賊の花とかそういうの全然いらないやつですね。ジョージ盗賊の花。もう便利な時代になりましたね、もう。そんな、はあ。まあでも、サクサクプレイがしたいので、最悪、宝箱。ちょっと見つからなかったら見つからなかったでいいかな。そうですよね。またいつでも来れますしね。そんな。宝箱にそんなんか装備とかが入ってるみたいなことがあったら、まあ全部揃えますけど、素材とかなら別に今はいらないかな。まあでもできれば欲しいですね。できれば。ないかな。いいかな。そうなんですよね。なんか、天では宝箱に装備品が入ってることがないって聞いて、そんな宝箱のありがたみが半減しちゃったっていう
感じですよね。アクセサリーとかは入ってたりするんですね。もう歴代のドラクエシリーズは宝箱気になりすぎて、もう攻略サイトとか普通に見て、攻略本とかもね、その辺を見て、取りこぼしが一切ないようにやってましたね。そうですね、小さなメダル集め結構大変でしたね。もう本当に普通に見つけ出せたのは、自力で見つけ出せたのは本当に半分ぐらいでしたね。あとはもう全部攻略サイト攻略本頼りで。このスライムバラバラに3体いるの可愛いですよね。タワーになってても可愛いけど。宝箱ないなぁ。これ他の人が宝箱を取ったらもう表示されないとかあるんですか？いや、そんなことまあないですよね。あれ？私が見つけられないだけか。わからないな。この裏とかにあったりするのかな。階なのに見当たらない。この下とか、下とか？この下？下？とかにあるんですかね。水で行けなかった。そことかだったら今はいけないですよね。これ後々なんかね、水が引いていけるようになったりとかするんですかね。なるほど、後々か。じゃあちょっと今はもう終わりかな、ここですることは。まあ、伊達にドラクエやってないですよ。元気玉は、経験値も2倍になる。なるほど。じゃあさっきの超元気玉とか、経験値4倍とかなります？違う。仲間みんなってことか。なるほど。元気玉は自分だけ2倍だけど、これは、超なのは、パーティーみんながっていうことなんですね。なるほどな。まあ、今はいいかな。もっと強い敵と戦うときに欲しいんですね。ルーラストーンで。
仲間モンスターも。そうですね。せっかくなので、ゴキメンバーと組んだりするときに使いたいですね。すごい。今のが風送りの儀なんですね。なるほど。リュウザさんが配信されたんですね。すごいコメントが一気に 最強の先輩大使。伝説の男の配信。すごい。よし。バーバラ。おめでとう、やった。なんだっけ、どうやったっけ、なんか、どれだったかな、喜びのやつ。最初やったのに忘れちゃった。長押し。これだ、やった。間違えた。かわいい。風の衣。かわいい浴衣みたい。やっぱエルフは和なんですね。アズラの英雄。やったー。おしゃれー。鍵っぽいな。でも鍵じゃないな。ありがとうございます。やったね。頑張って。いいことだ。ストーリーが進んだ。風乗りの守護者、かっこいい。
何やったね。ちょっとここもややこしいですね。違う。これキーエンブレム1個目ですね。まだ。あ、そうですね。次転職くらいやりたいな。転職。転職クエはどこでやればいいんですかね。あ、でももう26分だ。あ、どうしようかな。気づいたら2時だし。どうしよう。迷う。今日はね、で、明日またやるっていう手もあるけど。どうしようかな。30分で転職クエできないかな。そうですよね。これ昨日の二の舞になってしまう。また爆睡しちゃう。そうですね、今日はじゃあ30分で終わって、明日また、明日はちょっと4時からかな、4時から用事あるので3時までは大丈夫かな。じゃあちょっと昼、今日、明日はちゃんと朝起きたいな。朝起きて、昼ご飯食べて、配信。したいな。したいですね。3時まで寝るのはもうちょっとやめたいな。自分でフラグ立てない、立てたくない。立ててない。立ててない。立ててないですよ。フラグなんて立ててない。あ、預かり所じゃない。あ、でもお金は預かり、預けやと思う。よしよし。酒場ができるんでしたっけ？酒場？酒場か。あ、そうですね。もう、酒場の、あ、そっか、明日の深夜もメンテ？じゃあ明日は昼やるしかないかな。ますます起きなきゃいけない。今日はちゃんと目覚ましかけてから寝ます。したら多分大丈夫。で、酒場の前まで行って、明日の、に備える。この人かな。グレン城下町。ヤッゴーレム。はい。よし。じゃあ、これで、今回は、ありがとうございました。遅くまで。はい、ありがとうございます。じゃあ、また明日の昼頃に会えたらいいな。はい、ありがとうございました。